このですね、リュックのところにつけれるっていうのをですね、141円でこれ買ったんですよ。ノーブランドの中華製の品なんですけども、まあ、北韓のいい値段のところで買うと900円とか、まあ、600いくらとか、そんな値段なんですけど、これ141円でした。かなりですね、この、挟むこの、洗濯バサミ系のこのバネが強力でいいんじゃないかと思って、どんな風に撮れるのかやってみます。こっちのカメラは、このリュックのところの、ショルダーのところにつけて、こんな感じでついてます。今日初めてつけましたんで、どの位置がいいのかってちょっとわかんないんで、うちに帰ってみないと、ちょっと今、まあ見ることできますけど、今日はこれで、撮ってみたいなと思います。ご視聴ありがとうございます。楽しいのオービュー、チャンネルのブフミオハラのオハラです。この間ですね、この、エーペックスカムっていうアクションカメラをですね、購入したんですけれども、その前にですね、DB パワーっていうところのメーカーのアクションカメラを購入して持ってました。で、これにですね、今回、これをつけてですね、これがどうやってつくかっていうとですね、その前に、これ141円で買ったんですよ。741円みたいに書いてあるんですけど、141円で購入して、ノーブランドで買って、これなんですけれども、これどういうものかっていうと、こういうリュックとかに、こうやって、洗濯バサミに見たくなってて、こうやって挟んでですね、それでこれを、これが、つくもんですから、つけてですね、こっち向くかな。こっち向くかな。こっち向いて、これで刺してですね、よいしょ。刺して。ネジでギュッギュッて止めてですね。止まるんですよ。これ止まるのと、洗濯バサミの大きいのになってて、かなりグリップが強いです。相当強いですね。洗濯バサミどころじゃないですね。今これこうなってるじゃないですか。これだとカメラが、どうなるんだ、なんか縦になるのかな。おかしいですよね。とにかく向きおかしいですよね。ですからこれをこうやってやると、こうやってやる。それでまだこっち向いてますから、こっちにこうやってやる。これで例えばこれ胸のこれ止めるやつがあるんで、胸で止めてですね、一応動かないようにして、これ多分ですね、もっと下ですね。よいしょ。よいしょ。この辺ですね。いくぞ。さっきも言いましたけれども、グリップっていうか洗濯バサミの力がすごい強いです。よいしょ。これでいいかな。ちょっと曲がっちゃってるな。今説明なんで、ほんともうちょっときちんとしますけど、これでこんな感じかな。これでいくと、これでですね、自転車乗ったりして、今回撮ってきたんで、どんな風に撮れるのかっていうのをお見せします。これがですね、このグリップがですね、ちょっと撮りたいな。よいしょ、すごい力ですよ。すごい力がメーカーのものをつっていいのかな。まあ大体900円とか680円とかそのぐらいで売ってるんですけど、まあ、たまたま141円というのを見つけて、中華製ノーブランドっていうので購入しました。このメーカーというかノーブランドが特にいいってことじゃなくて、こうやってつけるやつがですね、なんかいいなって私は今思ってます。このエーペックスカムとかっても買ったりもしたもんですから、最近増えてるんですよ、そういうやつで。いっぱいつけれるのが、これなんか体につけるやつなんですけど、これ頭につけるやつなんですけど、これがですね、こうやって見ると、わ、これスピーカーかなと思ったんですけど、これ車につけるやつみたいですね。それと、まあ、海行ったりもするじゃないですか。海に入ったりするときに、こうやって水中用のもあります。もう一言言うとですね、ハウジングで自転車のハンドルにこれがこうつけてこうやってビーって行ったりするんですよ。ですけど、お店入ったりするときに、盗まれたら嫌だなと思うんで、中出してお店に入ったりするんですけど、それめんどくさいなっていうのがあるんで、これだとだけど、リュックについてるんで、そのままもうお店入っちゃえるんで、それはいいなって思います。じゃあ、撮ってきた動画をご覧ください。これがそのテスト映像です。先日ですね、APEX CAM の外部マイクテストの動画を出したんですけれども、それと同じ日に撮ったものですね。同じ日に、
このクランプマウントっていうのをつけて、リュックにつけて走ってきました。浜名湖ですね。浜名湖走ってます。浜名湖沿いに、浜名湖の、なんつっていいんだろう。弁天島っていうところから上に上がるところですね。そこの橋の、橋を渡ったところです。今回ですね、結構長く走ったんですよ。まあ、3時間ぐらい走ったんですけれども、まあ、その中でこのところをお見せしたいなっていうところだけをピックアップして、まとめました。ここはですね、まあ、漁港ですよね。漁港のところで止まって、自転車降りて、今映してます。自転車降りて、立って映してますね。また走り出してます。角度がですね、ちょっといじって変わっちゃってますね。うん。このクランプマウント、前は自転車のハンドルにつけて、こういう走行中の映像を撮ったりしてたんですけれども、まあ、今回はですね、このリュックにつけてたもんですから、自転車の振動をそんなに拾ってないなってのもあります。これでも今ちょっと歩いたんですけれども、歩いた映像を撮ったんですけれども、ここもそうですね、橋のところで景色がいいんで、自転車を止めて歩いてます。歩いてるとちょっとガタンガクンってなったりしますね。まあ、それでもちょっと撮るっていう、ちょっと降りてちょっと見る、ちょっと撮るっていう風にしてやるときは、なかなかいいんじゃないかなと思います。景色が良くて、しっかり撮りたいときは、もう、カメラ取り出して手持ちで撮ればいいんじゃないかなと思います。今回クランプマウントをリュックにつけて使った私の感想は、カメラが体の近いところにあるもんですから、それによる安心感と手軽さがいいなっていうことを感じました。今回以上です。この動画良かったって思われた方は高評価のボタンをクリックお願いいたします。チャンネル登録もお願いします。じゃあまた次の動画、他の動画でお会いいたしましょう。